はい、ということで6ホールが終わりまして残り3ホールとなりました。はい、ここまでどうですか？難しい、やっぱり。どうですか？うん、多分見ていただいたら分かると思う。長いですね。長い、超長い。いや、もうひしひしと難しさが伝わって、ひしひしと難しさが伝わってきましたけれども、残り3ホールとなりますので、うん、ショート、ロング、ミドルですね。全種類あります。全種で揃っております。まあ、ちょっとね、頑張っていきたいと思います。遮るものがないから、そう、ね、もろに受ける、もろ来るよね、絶対、うん、絶対。風が、あー、やっぱ高いからね。今のはすごい良かったんですけど、ね、良かったですね。やっぱ風がめっちゃ上げてた。そうで、ウッドなんでやっぱ球が高いんですよ。だからやっぱ余計に影響されやすいんで。なるほど、若干足りなかった感じでしたね。そう、こういう時にアイアンがあるといいなって思う。あんまり風の影響されないから。なるほど、ロングアイアンとかも、私はね、ウッドが好きなんでウッド入れるんだけど、やっぱりメリットデメリットがあって、デメリットっていうのがやっぱり風に弱い。冬場とか、すっごい苦手なんですよ。あ、そうなんだ。そう、寒いプラス、風強いから、やっぱり得意なクラブが、すごい曲がっちゃうから、風で。となると、自分のせいじゃなくても、やっぱ納得できなくなってくるんですよ。なるほど。ゴー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 。惜しかった。いや、今のはね、ちょっと距離関係ないし、普通に番手ミスかな。52で打てばよかった。あ、アプローチを、あれ何で打ってたの？58で打ってた。もったいない。またロングで長いですよ。でも登ってないから、さっきみたいに。確かに、まだ登りがないから。でしょ。で、ミキちゃんも YouTube 始めたよね。そう、まだ、今取りだめてるところ。あ、そうなんだ。そう、 YouTube をその本当に急遽始めるってなったから、まなちゃんに電話して YouTube 始めることになったから、もしよかったら YouTube、出てくれないってお願いしたら、私もその日 YouTubeてか YouTube 始めるんですよみたいな。で、私もその日初めて撮ろうかなと思っててみたいな。あ、そうなんだ。そう、本当にたまたま。超偶然。そう、始めることもお互い知らなかったし、そうで、撮る日も一緒だったから、これはもう一緒にやろうって言って。そうなんだ。そう、まなちゃんの所属コースのゴルフ場で、一緒に。そう、すごい、どっしゃぶりで。あ、そうだった。そう。どんなチャンネルになる予定？でも、あんまり固くはできないから、なんかもう楽しく友達とラウンドしたり、なんか罰ゲーム付きのラウンドとか。なるほど。そう、白女ともコラボしたいですね。したいです。チャンネルコラボ、ナイス。ありがとうございます。いい位置なんじゃないですか、3打目。今は良かったです、ね。ルーティーンってやっぱありますよね。うん、選手によって全然違う。全然違う。こう、早いですよね。早い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 。
打つまでに早い、打つまでが早いイメージはある。テンポとかやっぱあるんですね、自分のテンポ。結構早いんですよね。だから早いのはいいんだけど、やっぱりなんかこう勝負かけてるホールとか、うん、ここは大事にっていうところも結構早くやっちゃうから、あ、そう、もうちょっとやっぱり間をうまく間を使った方がいいよねって、やっぱ試合とか出ても、うん、キャディーさんとかに言われます。あ、そうなんですね。やっぱ上手い人って、うん、間がいい感じの間がある。あ、そうなんだ、うん、遅いわけじゃないんですよ、でもそれが。へー、うん、間って大事なんですね。そう、間がね、やっぱり深呼吸してふーってしながらちょっと2秒ぐらいこうピン見てゆっくり入るとか、やっぱそういう深呼吸とか呼吸とかも大事。やっぱでもね、心臓がバクバクしてると全然打てなかったりとかもしますもんね、うんうんうん、深呼吸して落ち着いた状態で打てる、うん、やっぱ吸うのが多くなっちゃって、あ、ゆっくり吐くっていうのがなくなっちゃうんですって。あ、そうなんですね。そう、だからやっぱゆっくりこう吐くっていうのが大事。ナイスオンです。ナイスオン。ありがとう。ナイスオン。ありがとうございます。これ終わったら一ホールかと。うん。ですね。空港から近いから、うん、旅行とかも来やすいですよね。そうですよね。うん、サクッと。うん。これそう、飛行機日帰りでもこれそう、なんなら全然行けると思う。美味しいもん食べがてら、うん、ゴルフなんかしちゃって。バーディーパット。入れ、入れ。あ、惜しい。やばい。惜しかった。結構切れた。そんな気にしないで。入ったと思った。よいしょ。最後の。ホールですけど、はい、ああ、ちょっと疲れてる、疲れてる。私も疲れてる、私が疲れてるもはや。だって暑いもん。暑いね、北海道なのに。これ終わったらハイパーランチなんだよね。ハイパーランチ、ハイパーランチ、はい、お昼は結構ガッツリ食うんですか。いやー、私はあんまり食べない、うん、お姉ちゃんが作ってくれた無添加のグラノーラとか、うんうん、そういうナッツ系とか食べたり、向こうはお姉ちゃんの作ってくれたグラノーラの話は、あのミキちゃんの密着を見ていただければね。そう、いたっけ、うん、喋ってた。そうそう、わかると思いますよ。うん、よいしょ。ありがとうございました。お疲れ様でした。さあ、ということで9ホールが終わりました。お疲れ様でした。結果なんですけれども、まなちゃんが見事パープレーを達成しました。すごい。おめでとうございます。ありがとうございます。そのまなちゃんに番組からプレゼントをご用意しております。じゃん。こちらの最近発売した白ジョオリジナルカートバッグになります。カートバッグです。カートバッグかわいい、かわいい、大きさがすごい。そうなんです。裏にもね、ロゴが入ってて使いやすいですよね。ぜひ使ってください。はい、まなちゃんにいいですか。もちろんです。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、ちょっとね、いいです。
ですよね。マナちゃんだけ。このポケットある。私も使いやすそう。ミキちゃんも使いやすそうだよね。しかも見て、こっちもちゃんとチャック付き。そう、チャック付きなんですよ。すごい。これ、こうちょっと大事なもの。もしよかったら。はい。もしよかったら。もしよかったら。皆さん買ってください。冗談ですよ、冗談ですよ、冗談です。いいですか、ミキちゃんにもね、はい、用意してますよ。やったー、イエーイ。こちら同じカートバッグですから。ありがとうございます。2つ持ってきましたんでね、ミキちゃんにもぜひ使っていただければと思います、うん、イエーイ、イエーイ。今日ね、この後、はい、なんとジンギスカンを行います。北海道名物、うん、ここのゴルフ場ね、なんとテラスでジンギスカンが食べれるということで、最高、最高の天気なのでね、はい、ぜひ行っちゃいましょう、行っちゃいましょう、ゴーゴー。ジンギスカン。うんまっ、やば、甘っ、甘み超美味しい。甘みからのヤバみ、甘みから甘みからのヤバみ。ありがとうございます。いただきます。うんまっ。なんだろう、独特のあの匂いがない、すっごい食べやすい。いただきます。うん、うんふん。ちょっと、うんふん。ネタ言った、ゆりやちゃん、あんたのブーブいきますよ、はい、チーズ。今日はここまで。皆さんにお願いがあります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。番組では公式インスタグラムもやっています。皆さんぜひぜひフォローしてください。こちらスキャンしてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。